アウディ。アウディ。ラテン語。アウディは、フォルクスワーゲングループに属しているドイツの自動車メーカーである。現在株式の99.55%を、フォルクスワーゲン AG が保有している。本社所在地は、ドイツバイエルン州、インゴルュタット。ドイツ国内には、インゴルュタット、ネッカーズルムに組み立て工場がある。過去には、カーマンライナにカブリオレモデルの80。 1997年から2000年、A4、2002年から2009年を一部、生産委託していた時期もあった。2012年現在、ドイツ国外の生産拠点は、ハンガリージェル、ベルギーブリュッセル、スペインマートレル、スロバキアマルティン、ブラチスラバ、両工場は、VW のプラント、インドアウランガーバード、中華人民共和国、長春市の7カ所に置いている。 なお、2013年度から、中国フッツサン市でも、生産、年間生産能力15から20万台が、開始される予定。同グループでは、主に中上級価格帯をカバーするブランドと位置づけられている。クワトロ、クワトロという名称の4輪駆動システムを持ち、アルミボディなど、精神的な技術を用いる傾向が見られる。ディーゼルエンジン、ティディを、 環境対策上のガソリンエンジン車の代替と位置づけており、重点的に開発、宣伝を行っている。車種構成は FF 車と FF ベースの4輪駆動車がほとんどである。従来車体デザインがおとなしいと評されていたが、最近はデザイン的にも BMW、メルセデスベンツに引けを取らないよう推しの強いデザインを取り入れ、フロントマスクが睨みつけるようなデザインのモデルも増えて、 現在のアウディ社に使われている、フォーシルバーリングスと呼ばれる4つの輪を組み合わせたエンブレムは、かつてのアウトオニオンのエンブレムに手を加えたもので、アウトオニオン設立に参加した4社の団結を象徴するものである。なお、左から順に、アウディ、DKW、ホルヒ、バンダラーを指すものとされる。なお、アウトオニオン設立以前のアウディのエンブレムはの、 デザインになるもので、アウディと書かれた逆三角形の上に半球が乗り、さらにその上にアラビア数字の位置が乗るといったものであ創業者、アウグスト・ホルヒの姓ホークは、気候を意味するドイツ語、ホーカンを連想させるものであった。これをラテン語に訳した言葉にちなむ。口実するように、ホルヒは、ホルヒ自動車製造株式会社から追放された後、 新会社、ホルヒ自動車製造有限会社を設立したが、裁判所に訴えられ、名称を使用することができなくなった。ホルヒが、友人のと相談した際、フランツの息子ハインリッヒが、聞くという意味のラテン語アウディはどうかと提案し、それが採用されることになった。1985年に、アウディ NSU アウトウニオン AG から、アウディ AG へ、社名変更したが、 アウディが選ばれた理由は、世界の誰もが発音しやすい名前だからという。創業者は、アウグスト・ホルヒ、オーガスト・ホーク、1868から1951年。自動車市の黎明駅に、ベンツで工場長を務めた後に独立、ザクセン州ツビッカウで、ホルヒを設立し、1901年から自動車生産を開始、当時としては高性能。 高品質の自動車を送り出して、名声を得る。しかしアウグスト・ホルヒは、良質の車を作ることにこだわって、経営面への配慮を欠く嫌いがあり、1909年には、経営人から追放を受けた。速やかに自力で、別のホルヒを設立、自動車生産を開始したが、元のホルヒの抗議によって、同一社名、社名を使うことを差し止められる。この結果、 アウグスト・ホルヒは1910年に自社の社名、社名をホルヒからアウディに変更。アウディとはラテン語で聞くという意味でオーディオの語源であり、ホルヒのドイツ語での意味と同義である。アウディは 2612cc2.6 リットル4、気筒のモデルからスタートし、3564cc3.6 リットル 4680cc。46 4.7リットル、5720cc、5.7リットルとなっていく。これらは人気を得、スポーツイベントでも活躍した。アウグスト・ホルヒは1920年にアウディを去った。初の6気筒モデルは1924年の 4655cc、4.7リットルだった。1928年、アウディは DKW のオーナーだったイエルゲンスカフテ。 ラスムッセンに買収される。同年、ラスムッセンは、米国立ッバッカー自動車の生産設備を購入。この設備は1929年から生産された、高級モデル、ツビッカウ、アウディツビカウとドレスデン、アウディドレスデンで使われ、またこれらには、立憲バッカーのエンジンを搭載した。他に、プジョーからライセンスした4気筒エンジンを搭載した、モデルも生産された。 この時期のアウディ社は特殊なボディワークがなされた高級車だった。第一次世界大戦後の不況の中、ドイツ自動車市場にはアメリカ大手自動車メーカーが退去して進出し、既存の国内メーカーを脅かしていた。これに対抗するため、1932年にザクセン州に本拠を置く中堅メーカーであった DKW、アウディ、ホルヒ、バンダラーの4社が合同し、 新たに、アウトユニオン、オートユニオン、自動車連合を結成した。アウディブランドのモデルは、同社の中級高級クラスの車種として存続したが、第二次世界大戦勃発で製造中をされた。アウトユニオンは、第二次世界大戦の戦果と、その敗戦後のソ連によるザクセンの工場接種という、壊滅的なダメージから逃れ、西ドイツのインゴルシュタットを新天地として、再出発した。 部品やバイク、バンの生産を経て、アウトウニオン及び DKW ブランドで乗用車の生産を再開した。1956年から1964年まではダイムラーベンツの支配下にあり、1964年以降はフォルクスワーゲンの産家となっている。1965年にアウディブランドの乗用車生産が再開され、 全輪駆動の堅実な中級セダンを主軸とする形で80スーパー90.100などモデルのラインナップを広げた。1969年にはロータリーエンジンの開発で知られた NSU を併合、アウト・ NSU ・アウト・ユニオンとなる。以降は80や100シリーズなどのヒット作を世に送り出しフォルクスワーゲングループの中級クラスを担うブランドとして発展した。 1985年に社名をアウディに変更した。1980年代には乗用車用四輪駆動システムのクワトロを開発し、四輪駆動はオフロード向けというイメージを塗り替えた。1986年には今では鉄の防錆に欠かせないア鉛メッケを量産車として世界初採用し、車体の耐久性、持続性を向上させた。あとに、 他の自動車メーカーも追随した。フォルクスワーゲンのゴルフはアウディが開発を手掛けた車である。1970年代、ビートルの後続車の開発がなかなか進まない、フォルクスワーゲンにアウディの社長だったルドルフ・ライディング遺跡し、当時フォルクスワーゲンがビートルの後続モデルとして計画し、ポルシェが設計、開発していた、 ミッドシップの二ドアハッチバック試作車 EA266 を設計図を見た途端に開発中止を命じ、元職場で計画中だった FF 車を急遽代案として採用した。アウディの現行モデルには大きく分けて、セダンやハッチバックなどの A モデル、SUV の Q モデルの二つのベースモデルがあり、それに加えて TT、R8 の二つのスポーツカーをラインナップしている。 また、一部モデルを除き、ベースモデルをチューニングしたハイパフォーマンスモデルが設定されており、アウディのチューニングによる S モデル、スポーツに由来、子会社であるアウディスポーツ、旧クアトロ社のチューニングによりさらに性能を高めた RS モデルがある。ここ数年は、モーターショーに出品するコンセプトカーは、ほとんどがクアトロとなっている。1967年に、 ヤナセがアウディエルを輸入したことから始まる。以来1992年末までヤナセにより輸入、販売された。また、1992年に、フォルクスワーゲンアウディ日本、後のフォルクスワーゲンループジャパンが輸入元となり、旧、ジアクス系のファーレン及び、トヨタ自動車系のリュウオーテンで、フォルクスワーゲン、VW と、併売された。 1998年はアウディ部門が、ドクアウージー AG が100%出資する、アウディジャパンとして、分離、現社長、斉藤徹、VW との平売体制になっている、ファーレン、デュオ販売網のディーラー契約を一旦白に戻し、改めてアウディ専売のディーラー契約を結び直し、2001年より、新 CI に準拠した全国ディーラー網を指導させた。2007年には、 ヤナセとの共同出資で作ったディーラー、ヤナセアウディンをアウディジャパン側が全部買収し、アウディジャパン販売としてインポーター直販体制を作った。2008年の新規登録台数は16,040台であり、輸入車に占める割合は7.8%であった。首都圏や大阪にショールーム、販売店を設置しており、2013年には横浜、港未来地区に アウディジャパン販売が展開するショールームの中で国内最大規模、期間店となるアウディ港未来が開業した。また、東京、小山台にある本社ショールームは安藤忠夫の設計となっている。2016年1月より、前社長である大北博士の退任により、アウディジャパン販売株式会社の代表取締役社長であった斎藤徹が着任した。 また、2016年より、R8 と RS モデルを販売する、サブブランド、アウディスポーツが5店舗で展開された。1981年から1986年まで、世界ラリー選手権、WRC に4輪駆動車のクワトロが参戦し、1982年と1984年に、マニファクチャラーズタイトルを獲得して、通算23勝を挙げた。 グループ B のライバルメーカーも四輪駆動化に追随し、以後ラリーにおける優位性を決定的にした。また、クワトロはパイクスピークインターナショナルヒルクライムでも功を収めた。1999年によりプロトタイプレーシングカーを開発し、各国の耐久レースに参戦している。FIA 世界耐久選手権 WEC ではトヨタや 同じフォルクスワーゲングループのポルシェと熾烈な対決を演じ、2012年、2013年にマニュファクチャラーズタイトルを獲得した。ルマン24時間レースでは1999年の参戦初年度で3位に入賞し、翌2000年に R8 で初優勝を達成。2001年、2002年、2004年、 2005年に5回の総合優勝を記録した2003年はワークス参戦を休止2004年は日本のプライベートチームであるチーム協が優勝した2006年は R10 で出場し2008年まで3連覇を果たした2010年には R152011 年から2014年までには R18 で出場し合計で5連を果たした ルマン通算勝利数では、ポルシェの17勝に次ぐ13勝を挙げる一方で、1999年の参戦、初年度から現在までの連続表彰台入賞記録の更新を続けており、ファンからは、ルマンの鉄人メーカーと呼ばれるようになった。ワークスドライバーのトム・クリステンセンは9勝を挙げ、ルマン最多勝ドライバーとなった。また、2006年の R10 が、 ルマン初のディーゼルエンジン搭載車として2012年の R18E トロンクアトロが初のハイブリッドシステム搭載車として総合優勝を達成しルマンにおける技術革新にも貢献しているヘッドライトに関しては2011年にフル LED 化、2014年にはレーザーハイビームを導入した2012年9月中国国内のアウディ販売店で 日本人を皆殺しにするという横断幕が掲げられた。中国で尖閣諸島をめぐる反日デモが激化する中で、販売店の中国人、社員十四人が抗議行動として、個人な意思からこの横断幕を掲げた。内容は、我々は自分たちを犠牲にしても日本人を皆殺しにする。たとえ国家が滅亡しても、長魚島、尖閣諸島を取り返す。であった。 アウディ日本法人はすぐにコメントを発表。このような行為があったことは誠に遺憾であるとともに、憤りを覚えておりますとのニュースリリースを掲載した。ドイツ本社の今回の行為は受け入れがたいというコメントも含まれていた。ドイツ本社はツイッターで、我々は今回の中国での行動といかなる暴力からも距離を置く。我々は対話と外交を主張するというコメントを出した。 しかし、このドイツ本社のコメントについては、人ごとのように述べているという批判が日本のネット上で起きた。台湾やアメリカでも、もっと深刻に捉え、きちんと謝罪すべきではないのかとの批判の声がネット上で起きた。フォルクスワーゲン社の排出ガス規制不正問題は、同様なディフィートデバイスを搭載したアウディ社ディーゼルエンジンにも波及し、A1、A3、A4、A5、 A6TT-93-95 が対象となると発表された。さらに、3リットル V6 ディーゼルエンジンを搭載した2016年モデルの 95-97A6-A7-A8 にも不正ソフトウェアが発見されたと、米環境保護局が発表した。2018年6月18日には、会長が不正に関与した疑いで逮捕された。 多様なニーズに応えるオーダーメイドプログラムとして、アウディエクスクルージブがある。11色のレザー、8色のアルカンターラ、9種類のカーペット、7種類のウッド、2種類のインタルシアウッドからなるインテリアのみならず、アルミホイールやオフィスパーツ、またスペシャルボディカラーの選択も可能な自分だけのアウディを作るプログラムである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。